MX30 と CX60 横浜に試乗に来ました。どちらもマツダの EV 戦略を担う車です。2台ともバッテリーに直接外部充電できる EV、 いわゆるプラグインハイブリッド車です。しかし車のコンセプトには違いがあります。去年発売された CX60 はマツダのラージ商品群の1台。利益率が高く上級志向のお客がターゲットです。マツダ初となるプラグインハイブリッドのモデルで、日常走行の大半を EV 走行で、賄える。 CX60 はガソリン車やディーゼル車もありますが、最も売れているのはこの PHEV です。電気モーターでもエンジンでも走るのが特徴です。一方 MX30 はマツダ車初めてのベブ完全電気自動車として2020年に発売されました。そして今年ロータリーエンジンを発電機として使った REV を発売。完全電気自動車の EV より走行距離が格段に長くなりました。今アクセルを踏みました。滑らかに、そして力強い感じで滑り出していきます。室内とても静かです。 REV はおよそ3ヶ月で888台を受注し、月間販売台数300台の目標をほぼ達成しています。 EV に興味を持たれながらも、航続距離とか、お住まいの環境の充電環境等でなかなか踏み切れないお客様に、BV の良さとか、特徴っていうところを感じていただきたい。バッテリーで動く電気自動車に直接エンジンで動く仕組みを加えてみたり、ロータリーエンジンを発電機にしてみたり、もちろん走行距離を伸ばすのが目的ではありますが、地域の電源事情や燃料事情に応じて適材適所で提供していくマルチソリューション、このアプローチが有効だと。 EV 化の波が押し寄せる自動車業界ですが、国や地域によって電動化に対する対応は違っており、先が見通せない状況です。 EV の過渡期、マツダはいろいろなタイプの車を用意し対応する戦略です。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。